どうもこんにちは。世界的 VIP ゲーです。日本通信 SIM のですね、合理的シンプル290プランっていうのをですね、契約している僕なんでございますけども、めちゃめちゃ料金が安いから、すごい嬉しいんですよねっていうお話なんですけども、やっぱり通話 SIM って料金を安く抑えたいじゃないですかっていうのがあるじゃないですか。というわけで、まあ、安く抑えてるんですけども、なんと、このね、日本通信 SIM って eSIM ね、対応してるんですよね。というわけで、今回僕は何をやりたいかっていうと、楽天ミニを持ってるんですけど、これを通話専用機として使いたいなっていう欲が出てきまして、なんでかっていうとサイズも小さくて、なんだろう、持ち運びに最適なものじゃないですか。というわけで、まあ、楽天ミニに eSIM を入れて持ち歩きたいなと考えています。正直ね、物理 SIM 対応してればね、なんてことはないんですけど、楽天ミニね、eSIM しか対応してないんですよね。というわけで、今回は日本通信 SIM のですね、eSIM を発行していきたいなと思います。早速今ホームページご覧いただいてるんですけども、ここですね。まあもちろんスマホからもできますよ。ここeSIM の発行っていうのがあります。これを押します。はい、そうするとですね、こんな感じで、まあいろいろ注意事項とか書かれています。まあ時間帯によっては、いつ開通できますよっていうのが変わってくるみたいなんで、ご注意ください。そして eSIM をね、利用する端末っていうところがあるんですけども、ここにですね、識別番号をですね、入力しないといけないんですよ。まあ結構ね、多いんです。32文字ぐらいだったかな、あるんで、まあ結構長いんですけど、根気強く入力していきましょう。そして、発行手数料として1100円かかりますよっていうところですね。ここが、まあ、正直無料になってくれれば嬉しいなっていうのはありますよね。まあ早速ちょっと識別番号を入力していきます。はい、入力が完了したら次へっていうところを押します。はい、そしたらまたね、再度注意事項が出てきて、こちらに申し込むっていうところをタップします。申し込みました。あとはメールでね、送ってくるみたいなんで、それを待つだけです。eSIM を申し込んでですね、1分でメールが届きました。早っていう感じなんですけど、こんな感じですね。日本通信のホームページにですね、eSIM をね、読み込む用の QR コードが貼ってあるんですよ。で、それを読み込んだらこんな感じになりました。ドコモを使用しますかということで、はい、開始。で、今番号追加中ですね。はい、電話番号を追加しましたということで完了。はい、そしたらしっかりですね、ドコモっていう風に表示されました。よし、これで完了ですね。案外簡単でしたね。料金がかかるっていうところ以外はめちゃくちゃいいのかなっていう感じですね。まあ eSIM をね、こういう風にね、使うっていう時があるので、できればね、料金は無料であれば助かるなっていうのが、まあ一個人としての意見かなっていう感じですね。はい、というわけでこの楽天ミニをですね、まあしばらく眠っててもらったんですよ。久しぶりね、通話専用端末として使いたいなという風に思ったので、メインのね、通話 SIM を eSIM として入れてみましたっていうお話でした。お疲れ様でした。